900型は、朝鮮鉄道が1937年に導入した貨物用、テンダー式蒸気機関車である。ここでは、純道系の台湾総督府鉄道 LD50 系蒸気機関車についても記す。1924年に竣工した冷静高橋量の架橋以降、航海線の輸送量は増大し、これまで通りの通常の軽便鉄道の蒸気機関車の 能力では到底輸輸送送ししきれない、需要が発生した。中長期的には周辺幹線と同じ標準機への改築も必要ではあるがそれには多額の費用と長期の工事が入り短期的には間に合わないそこで従来の軽便鉄道の機関車の枠を超える能力を持つ貨物用機関車として設計・製造されたのが本形式である これまででも同社、みな北線向けに1935年に納入した 1D 型テンダー機関車、810型が 762mm 機関の大型蒸気機関車としては存在していたが、これを上回る超大型機の可能性が模索され、設計されたのが本形式である。車輪配置2から8から2の短式に、機等テンダー機関車である。朝鮮鉄道は、 私鉄線であり、沿線で算出する低発熱量の石炭が、使用可能な溶化合紙面積を2.1平方メートルと広く取った。このため、室の横幅が広くなり、また燃焼を良好にするため水足を長く取ったが、762ミ、mm、リメートル、基幹小坊いら中心線を上げることはできない。また、そもそも1067ミ、mm、リメートル基間の車両に比べ、 主大枠間隔が狭い点も問題とされた。芋の製で後方が極端に大きく広がった後、大枠を主大枠の後ろに挿入し、この後大枠の間に過失を収めた。これにより内径 1200mm のボイラーを乗せながら、ボイラー中心高さを 1900mm と低く抑え問題を解決した。またこのような高過失の大型ボイラーを一軸受台車と、 組み合わせると動輪の軸重バランスが問題になるケースがあるが、本形式では、シリンダ台より、前の前台枠を重量2トンの大型いもので構成し、バランスウェートを兼ね、ボイラー自体も着せる、煙室を前へ寄せることで重量バランスをとっている。いわゆる、軽便鉄道の機関車としては、超大型の機関車であり、軸距も同軸のみで 3180mm と、 かなり長い。また、同社の曲線基準を通過させることも課題となった。手法としては、先受代車に角 140mm、第一動輪に 10mm の横動を与えたが、頭上設計のみならず、原寸大の木製模型を製作し設計通り、通るかどうかの確認を行っている。900型は、汽車製造で1937年に7両。 1944年に2両の軽給量、日本車両製造で1942年に3両、日立で1944年に3両の合計15両が製造された。従前の朝鮮鉄道の 762mm 機関の機関車はピンリンク式連結機、空気制動なしであったが、810系以降の機関車については輸送量が非常に大きいため、自動連結機、 空気制度とも装備している。列車重量250トンほどの編成を時速50キロメートルで牽引し、運行も円滑であったと伝えられる。当初は皆北線向けの予定もあったが、竣工時点で標準機への改め機が進められていたので、航海線への投入となった。1944年4月1日には、朝鮮鉄道が朝鮮総督府に買収され、 朝鮮総督府鉄道席となった。第二次世界大戦戦後912から914が、韓国国鉄11系、11から12、11から14となった。これとは別に、朝鮮戦争時に、米軍から2両、持ち込まれている。日本車両製の US7 と、三菱製造の US8 である。後にその番号のまま韓国国鉄席となった。 韓国国鉄に属したこれら900系グループは、廃車ごこりょうすべてが保存されている。総督府鉄道引き継ぎ車の11系の保存先は、サムスントランスポーテーションミュージアムに、11から12、鉄道博物館に、11から13、流平リゾートに、11から14となっている。また戦後導入の US7 が、インチョン広域市南道区で、US8 が、 全羅南道新安軍黒山島で保存されている。写真台湾総督府鉄道では、特殊狂気の台東線向け二次運動計を1942年以降、日本車両製造に発注し、LD50 型として導入した。発注総数は7両で、1942年に4両、1943年に3両で、ある。このうち LD505、LD507 は、 台湾に到着していない。LD505、LD506 は輸送中に、輸送船がアメリカ海軍に爆されて沈没し、LD507 は輸送せず、日本に残された後、朝鮮戦争時に再生されて米軍により、大韓民国に輸送され、韓国国鉄 US7 となった。太平洋戦争後は、台湾鉄路管理局に引き継がれた後、海板により、形式を LDT100 型、車番を LDT101、LDT104 に改め、戦後も引き続き対等戦で運用された。廃車後は、カレン鉄路文化園区に LDT103 が保存されている。台湾総特府鉄道 LD50 系状機機関車に関するカテゴリー、台湾鉄路管理局 LDT100 型機機関車に関するカテゴリー、ありがとうございます。